カムロ町の構想はどうなんだ、東条会さん。いつまで長引かせるんだ。時期終わりますよ。関東一円の頭の皆さんにはお騒がせしてます。こうやって親睦ってのも結構だが、東条会がいつまでも中国人に舐められてちゃ関西に隙見せることになる。カムロ町は関東ヤクザの顔なんだ。しっかりしてもらわねえとな。いやね、俺らはあんたみたいな若い人に頑張ってもらいてえと思ってんだよ。諸先輩方には俺みたいな若輩を同席させていただいて感謝しています。噂じゃ堂島の竜がカムロ町に来てんだって。さすがお耳が早いですね。都政を抜けた人間にいつまでもでかい面させちゃダメだよ。これからの東条会は聡明やさ、あんたの時代だろうが。そろそろあの老害には引っ込んでもらいなよ。老害？そりゃそうだろうがよ。昔はすげえ極道だったかもしれねえが、もう過去の話だ。男ってのは何をやってきたかじゃねえ、何をするかだ。口だけの老害の出る幕じゃねえってことよ。よう、もうその辺で。なんだよ。おい なるほどな。それじゃあ結局例の達川がなぜ殺されたのか分からずじまいか。命がけでアジア街に乗り込んだにしちゃ見返りが少なかったな。だが達川が何らかのことで中国マフィアを裏切って殺されたってことまでは分かった。もしかしたらそこに遥の事故が絡んでくるのかもしれない。なんだ？それじゃあ西洋界の中国人たちが達川と関係のあった遥とその赤ん坊を見せしめに殺そうとしたってことか？もしそういうことならもう遥をカムロ町に連れてくるわけにはいかない。伊達さんが遥を警察病院に移してくれていたのもいい判断だった。何にしてもまだ達川って男にはわからねえことが多すぎる。それを確かめるためにも俺は今夜ローとまた会うつもりだ。そうか。しかし達川にしても舛添ってのにしても中国マフィアが広島に潜り込んでたわけだよな。広島に何があるってんだ。やっぱり伊達さんにもわからねえか。はあ、なんかもう言葉も出ねえ。いつの間にか俺らの周りに中国マフィアが紛れ込んでたなんてよ。達川なんて俺はガキの頃から知ってたんす。もう誰を信じていいのかわかんねえ。ローの言ってた尾道の秘密ってのも何なんですかね。さあな。だが俺が今知りたいのは西洋会が達川を殺した背景だけだ。それが遥の事故と関係ねえってんならもう俺らが西洋会に首を突っ込む理由はない。ん？お前は染めや踊れ。おい、こんなとこでよせ。まさか東京に来てまで踊れの面を拝まされるとはの。何の用じゃこれ。カムロ町の女の味はどうでした、南雲さん。広島の田舎じゃ味わえないもんだったでしょう。桐生さんたちがホストクラブにいる間お楽しみだったとか。なんでそがなこと知っとるんじゃ。ここは俺ら東条会の町ですよ。
お忘れですか？なんならあんたが店でどんなプレーしてたかまでここで話しましょうか。踊れこのクソガキ。何しに来た染谷？お前は登場会の手下に俺を襲わせるだけで高みの見物だと思ってたがな。今日は四代目にお願いがあってきたんです。悪い話じゃありませんよ。何？単刀直入に言います。四代目、この俺と手を組んじゃもらえませんか？なんだと？四代目は昨夜西王会総帥の牢に会われましたよね。アジア街に牢が姿を現したと聞いています。同じ頃東城会の門がアジア街に入っていく四代目を見たと報告をしてきました。それで牢と次に会うのはいつです？その時に俺を牢と引き合わせてもらえませんかね。何を企んでる？ご存知の通り東城会は今牢の西王会とドンパチの真っ最中です。お互いまだまだ流れる血が足りねえってんで終わりの見えねえ泥沼だ。ところが手打ちにしようにも牢はある事件が起きて以来ずっと地下に潜っちまって足取りがつかめないでいる。ある事件聞いてませんかね。やつの息子ジミー・ローがカムロ町で殺された件です。ジミー・ローはカムロ町での実動部隊を動かす西王会の幹部でした。ゆくゆくはローの後継者となるはずが町の片隅でゴミみてえに殺されたんですよ。東城会が殺したのか、ローの息子。刑事さんの前でヤバなこと聞かないでください。オフレコにしといてやるよ。どの道証拠がなきゃ警察は動けねえんだ。誰がジミー・ローを殺したのか知りませんよ。ただローは東城会がその殺しに絡んでいると思っている。だから東城会と西王会の抗争に幕引くにはこの俺がローと会う必要があるんです。俺をローと会わせてください。四代目、たまにはあんたも東城会のために役に立ってくださいよねえ。けどが兄貴が踊れなんぞの言うことを聞く義理はな。おい兄貴はのローから大事な話を聞かんといけんのんじゃ。それじゃやっぱりまたローと会うことになってるわけだ。あ？ソメヤ、その前に一つ答えろ。聞いた噂なんだがな、アジア街を焼き払って西洋界をカムロ町に引き込んだ人間が東城会内部にいるらしい。この話聞いたことは？ありますね。その噂によれば西洋会を引き込んだ人間ってのは菅井さんと俺です。その後お前らは西洋会とグルになってカムロ町の抗争を演出した。警察は抗争の責任を東城会六代目に押し付けて逮捕し、おかげで菅井とお前は東城会の実権を握ることができた。だが今になって作り物だった西王会との抗争に本物の火がついちまったってことなんじゃねえのか。俺が聞いた噂によればの話だがな。もしその噂が本当なら俺や菅井さんは東城会の親に弓引いた裏切り者ってことになっちゃいますよ。馬鹿げた話です。ご質問には答えましたよ四代目。それでどうします？協力してもらえるんですか？いいだろう。夜になったらまたこの店に来い。牢のところへ案内する。え、兄貴ちょっとええんですか？ただし牢には今夜俺一人で会うことになっていた。その約束を破る以上何が起きてもおかしくはない。結構ですよ。ありがとうございます四代目。兄貴いけんよ。あの染谷の下道は抗争相手の牢をやる気じゃ。もしそがな真似されたらもう牢から立つかの話聞けんようになる。ああ、だがだからこそ
俺は染谷と一緒に動くんだ。え、あの染谷って男は危険すぎる。いつ何をしでかすかわからねえ。狂犬は放し飼いにするより近くで見張ってる方がいい。なるほど。孫子曰く、友を近くに置け、敵はもっと近くに置けってやつですか。なんならそら、かっこいいじゃないの。キルさん、夜になったらまたあの染谷が来ます。あいつを連れて牢のところへ行けば何が起きてもおかしくありません。キルさんは今のうちにいろいろ準備しといた方がいいですよ。ああ、そうだな。そしたら兄貴、わしらはここで待っとります。広島の方も気になりますけ、田頭や松永と連絡取っていろいろ聞いときますわ。しばらく寝てろ。やあ、カムロ町の諸君。突然だが、今このモニターは私がジャックさせてもらった。なんだ。どうか足を止めて私の話を注意深く聞いてほしい。ご存知かどうか、このカムロ町には今西洋会という中国マフィアが入り込んでいる。西洋会が現れて以来、この町は抗争の絶えない非常に危険な町になってしまった。彼らを排除するには大きな声が必要なんだ。つまりあなた方の団結した声だよ。まず必要なのは彼らを拒絶するという我々の明確な意思表示だ。西洋界のいるアジア街には近づかないようにしよう。彼らの縄張りで金を使えば連中の懐が潤ってしまう。そしてあなた方の身の安全のためにも、もうアジア街に近づくのは避けるべきだ。なぜなら今後西洋界のテリトリーではこんなことが頻繁に起きるのだから。なんだと。お分かりいただけただろうか。太陽界に月々の見始めを収めている店も我々による爆破の標的になりうる。それが嫌なら今後一切連中に金を払わないことだ。そうすればいずれ太陽界を必ず追い払える。私と共にカムロ町の安全を取り戻すために戦おう。ゴミ袋だ。ゴミ袋が爆発したんだ。
いらっしゃいませ。うまいな。さ、行くか。ありがとうございました。いらっしゃいませ。ありがとうございました。いらっしゃい。キリュウさん、準備はもういいんですか？よかったら夜まで少し休んだらどうです？ああ、そうさせてもらう。わかりました。ソメヤが来たらお呼びしますよ。すまないな。
これはまたお揃いでお出迎えいただいちゃって。染谷、約束通り来ましたよ。そちらは気が変わったりしてませんよね、四代目。ああ、安心しろ、牢のところへ案内してやる。兄貴、このバカタレが何ぞおかしな真似しよったらすぐわしらも行きますけ。いつでも呼んで使わさい。そのツラボコボコにしたると。四代目、牢と会う場所はどちらで。前は桃源郷ってソープだったビルだ。牢はそこで待ってる。桃源郷、あんな場所に牢が。何か問題でもあるのか。まああの建物の中に入れば分かりますよ。桐生さん、無事に帰ってきてください。登場界の人間には関係ねえことだ。お前に余計なおしゃべりをするつもりはねえ。そんなこと言わずに仲良くやりましょうや。行き先が桃源郷ってことなら、牢も四代目を歓迎してるわけじゃないでしょう。どういう意味だ。あそこは前とは様変わりしてましてね、ソープが潰れた後は誰も手出ししてこなかった場所です。そこに入り込んだ連中がまたろくでもないのばかりなんで、多分ローはそいつらを使って四代目のことを試すつもりでいるんですよ。例えば四代目が本当に手を組む価値がある男なのか見定めるためにとか。ここだな、桃源郷。牢はもう俺が四代目と一緒にいることに気づいてるはずです。約束と違うなんつってとんずらこかれなきゃいいんですけどね。どうだろうな、そうなりゃお前も俺もお互い無駄足だ。まあ入ってみてのお楽しみです。しかしこんな小汚ね場所で出迎えもなしってんじゃ、ローもゲストへの礼儀ってもんが分かっちゃいませんね。ああ、それについちゃ同感だ。もう10年くらい前ですか、世良三代目が死んだ後、東条会の跡目争いの構想がこの建物にも飛び火した。もちろんご存知ですよね、堂島の竜と島野の狂犬が暴れまくってダンプを突っ込ませたりめちゃくちゃだったらしいじゃないですか。ここを廃墟にしちまったのはあんたらですよ。ここ以外にもこの町にはあんたらが好き勝手やってぶっ潰してきた負の遺産ってのがゴロゴロしてます。そういう場所に入り込んでるのが連中みてえな立ちの悪い半グレです。若い女をさらってきちゃやりたい放題やってるみたいで、ところが今は警察も東条会と中国人の抗争で手が回らねえ。でこんな街のど真ん中に無法地帯ができちまった。どうです、四代目も責任感じちゃいません。しかしこの建物の奥に牢がいるとなると、そこのチンピラどもは牢の元に下ったってことなのかな。ならこいつらは牢のよこした出迎えか。その割には俺らと口を聞く気もねえらしいな。どうせこいつらから身のある話なんて聞きやしません。あんまり牢を待たせねえうちにやってやりましょうや、四代目。さすがだな。
この先に通路がありますよ。この壁。なんだこいつは。相当ヤバいやつがいますよ。4代目、ほっといて先に進みましょう。そこのはしごを使って上へ行きましょう。そこのはしごを使って上へ行きましょう。
ザキャ。終わらせてやるよ。うん、はっ。
キリュウさん、あなた一人で来ていただく約束だったが、連れがいるのはどういうことだ？ロウ。もっとも、私は日本人の裏切りには慣れている。ちょうどそこにいる染谷さんのおかげでね。お久しぶりです、ロウさん。こんな場所にいらしてたんじゃ、いくらアジア街を探ってもお目にかかれなかったわけだ。カムロ町には東条会の手が行き届いてない場所はまだいくらでもある。ここはその一つに過ぎない。なるほど。しかしいい加減うろちょろされると目障りなんですよ。あんたらの匂いが臭くてね。我々をこの町に招き入れたのはあんたたち日本の極道だ。私の息子を殺したのもな。そうか、やっぱりあの噂話の通りか。染谷、お前らとロウはもともとグルだった。アジア街を焼き西洋界を引き込んだ後のお前らの構想は大吾を警察に逮捕させるための茶番。ねえ、ですが今は見ての通り、俺らと中国人は戦争の真っ最中です。菅井さんが東条会の頭になり次第、用済みの西洋会には消えてもらおうとしたんですが、なかなかしぶとくてね。改めて言いますよ、四代目、俺と手を組んでください。正直言うと、さっきまでロウはこの場で殺すしかないと思ってたんですがね、四代目と一緒ならロウを生け捕りにすることだってできそうだ。それに俺がここでロウを殺すとなりゃ四代目は止めるでしょう。あんたはロウから聞き出さなきゃならねえことがあるってんだから。でも俺と一緒に奴を生け捕りにすりゃ話は後でいくらでも聞き出せる。俺もロウを殺しちまうより生け捕りにした方が後々西洋界の連中を支配しやすい。俺とお前で利害が一致していると言いたいわけか。ええ、違いますか。
思ったより甘え野郎なんだな。例の噂によりゃお前らは大吾をはめて無所にぶち込んだんだったな。俺はあいつをガキの頃から知っている。極道と距離を置いていたあいつを東城会六代目に引き込んだのも俺だ。なるほど。要するに何があっても俺と手を組む気はねえってことですか。足は洗っても俺は結局根はヤクザだ。身内に手出した相手がどんなやつだろうが、やられたらやり返す、そういう性分なんだな。ふん、あんたのそういう振る舞いが計算づくじゃねえってんだから恐れ入りますよ。ん？ローさんの目の前で俺を倒せば、あんたは西洋界の信頼を得ることができる。今までもそうやって無邪気に動いてきた結果、あんたはその男気で敵も味方も魅了してきたんでしょう。自分の見せ方がうまい極道ってのは出世します。あんたがしてきたのと同じことを俺は計算づくでやってのし上がってきた。何が言いて。四代目、俺とあんたはやり方が違うだけで案外似た者同士ですよ。笑わせるな。これは面白い出し物が見れそうだ。四代目がタイマー張ってくれるとなりゃ、こんな無粋なもんは使えませんね。今度は殺す気でやらせてもらいますよ。上等だ。来い！Yeah!
い。島の竜俺もここまでですね。今からどうあがいたとこであんたらから逃げることもできねえ。さあどっちが俺をやるんです？あんたかそれとも老さんか。桐生さん、この場は私に任せてもらえるか。私は息子を殺されているんだ、このカムロ町でな。そうでしたね。言い訳をしないんだな。だがやったのはお前ら東条会の極道ではない。私の息子を殺したのは陽明連合会の黒幕岩見常夫だ。岩見常夫、クルス会長の息子が。あの男は東条会の頭を自分に都合よくすげ替えるために我々をカムロ町に引き込み道具にした。そして用が済むと私の命を狙い、息子はその巻き添えになって死んだ。何だと？この染谷も東条会の菅井もその後ろに岩見常夫がついているからこそのチンピラに過ぎない。つまりこいつらは殺す値打ちもない連中だ。そんなこと言ってると後悔しますよ、ローさん。あんた自分を殺そうとする男を消しもせず野放しにする気ですか？たったそれだけの理由で殺しをしなきゃならんのなら、私は寝る暇もなくなってしまう。私の命を狙う人間は星の数ほどいるんだからな。この場であんたを殺すことは簡単だが、それは東条会といううるさい蜂の巣をつつくようなものだ。他より少し大きいだけの蜂を一匹殺して私を狙う蜂を増やすのは馬鹿げている。俺がほんの少し大きいだけの蜂だと？そうだ。その上あんたは今殺されなかったことで私に大きな借りができるな。借りだって俺がそんな恩を感じる男じゃないと言ったら？それはそちらの自由だ。だがあんたを生かすことで私へのリスクは減りこそすれ、増えることはない。なるほど。それが長年組織を相手に
頭を張り続けてきた人間の考え方ってわけだ。だが岩見恒夫にはこう伝えてもらおう。息子の仇を取るためなら私は寝る暇どころか全てを失っても構わないとな。今日のところはいい勉強させてもらいましたよ、ローさん。四代目桐生さん、あの男への扱いに依存はあったか？いや、何もない。私もあの男とのやり取りを見たおかげであなたという男を知ることができた。そもそもあなたをこんな場所へ招いたのはそのためだ。あいにくだが、俺はあんたを知るためにここへ来たわけじゃない。タスカーのことを聞かせてもらおうか。俺がこんな場所まで来たのはそのためだ。タスカーはなぜあんたらに殺されなきゃならなかった？あいつがやった西洋会への裏切りってのは何だ？残念だが、達川の裏切りを詳しく話すことはできない。あなたが西洋会に入って私に忠誠を誓うというなら話は別だがな。何だと？もっとも達川の死の真相をあなたが知る必要はない。なぜなら達川はあの赤ん坊の沢村春人の父親ではないからだ。あの子の本当の父親は他にいる。なんでだ？なんでお前にそんなことがわかる？まさかお前は遥のことも知っているのか？私から今言えるのは、カムロ町で抗争している組織にとってあの赤ん坊が重要な価値を持っていること、そしてその価値を知る人間がますます増えているということだ。ハルトの価値ってのは何だ？あの子の父親は一体誰なんだ？多分その電話には早く出た方がいい。あんたが思っている以上にあの赤ん坊の周りは切迫してきているぞ。あ、キリュウの兄貴、ユータです。広島でまずいことが。何があった？清美さんから連絡があったんす。うちの親父さんがハルトを連れて姿消したって。広瀬の親分がハルト？どういうことなんだ？俺にもわけわかんねえっす。もしもし、兄貴聞いてますか？ユータ、広島に戻るぞ。今すぐにだ。
なんだ。桐生の兄貴、待たせたな。あれから広島の状況は変わらねえか？何か新しく分かったことは？今も広瀬のおやっさんとは連絡が取れません。ハルトをどこかに連れてったきりです。あのおやっさんが土下した言うんじゃ、なんであん人が坊ちゃんを黙って連れ去ったりするんじゃ？ロウが言うには、ハルトには何か隠された価値があるって話だった。え？そしてハルトの父親は達川じゃないらしい。なんじゃと？そんなロウと話したことはおいおいお前らにも話す。今何より広瀬の親分を探さなきゃならねえ。ほいじゃが兄貴、さっきまた広島から連絡があったんじゃ。松永と高頭の話だと、本家の連中も広瀬のおやっさんのことを探しとるらしいんですわ。組の事務所に小清水が怒鳴り込んできたっちゅう話で。小清水、あの陽明連合会の若頭が広瀬の親分を？よう分からんが、ロウって男の話を真に受ければ坊ちゃんがなんや大きな事件に巻き込まれてるのは間違いなさそうじゃ。本家の狙いもおやっさんが連れてる坊ちゃんの方なんじゃ。とにかく広島に戻ろう。広瀬一家の連中、松永と田頭は無事なのか？大丈夫です。今は本家に見つからないようモレノで鳴り潜めてるって言ってました。モレノか、危なっかしいの。広瀬のおやっさん探しとんなら、いずれあいつらも本家の連中に身柄を抑えられそうなもんじゃが。たとえあの二人が広瀬の親分の行く先が分からなくても、広瀬一家の人間なら疑われるのは当然だ。どちらにしても急いで広島に戻ってモレノに行こう。神室町を出るぞ。お前らもすぐ支度してくれ。兄貴、広島へ戻る支度は？ああ、大丈夫だ。行こう。兄貴、まずはモレノに向かってつかさえ。松永と田頭がわしらを待っとりますけ。でも頭、本家の連中もおやっさんを探し回ってるって話です。あいつらが俺らを見つけたら面倒なことになるかもしれませんよ。今はあいつらに構ってる暇はね。そうじゃ、連中がわしらに何ぞ言うてきよったら無理にでも押し通ったら、相手が本家じゃろうが邪魔してくんならやるしかないで。おう、そこの踊りら止まれや。兄貴、あんなら本家の連中じゃ。やっぱり桐生じゃ。それに広瀬んとこの子分じゃの。広瀬のじじいはどこじゃ？隠すとためにならんで。話だけで済まそうって態度じゃねえな。お前らに付き合ってる暇はねえんだ。出直してもらおうか。踊れ、なめとるんかこら。Turn!
相手にしとったらキリがあれやせんで、なんだよおっさん、おっさん強そうじゃねえか。ちょうど暇しててさ、暇つぶしに付き合ってくれよ。なんて強えんだ。悪かったよ。俺あんたについていくからさ、許してくれよな。兄貴、カシラ、ユータ、みんな無事じゃったんか。おう、当たり前じゃろうが。ほうじゃけど、
あの達川が殺された言うたり、ヘイハイツがどうたら、どえらい話ばかりじゃけ。わしも高城をぶち心配しとったんじゃ。もう、なんじゃ、キヨちゃんまでおったんか。キリュウさんたちがここに来るって、田頭くんから知らせもらったの。ごめんなさい、キリュウさん。私がハルトくんを預かっていたのに、こんなことになって。何を言うんじゃ、キヨちゃん。あんたの責任だなんて誰も思うてらせんわい。ほいじゃけど、何があったんじゃ。キヨちゃんはうちのおやっさんが坊ちゃんを連れていくとこ見たんか。何にしても、座ってつかさい。話せば長くなりますけ。夕方ごろ、スナックを開ける準備してた時でした。広瀬の親分さんがフラッとうちに来て、ハルト君の顔を見に来たんだって。親分さんが店に来ることは前からよくあったし、ハルト君もなんだかあの人には懐いていたみたいで、嬉しそうに笑ってた。それで？飲み始めてすぐ親分さんがタバコないかって言ったんです。でもちょうど切らしちゃってて、それで私、ハルト君を親分さんにお願いしてお使いに。で、キヨちゃんが店に戻った時にはおらんかったっちゅうんか。うん。それだけなのか。最初はハルト君を連れて散歩にでも出たのかと思ったの。でもカウンターに飲み台が置いてあって、親分さんの携帯に電話したら店に置きっぱなしだった。何が起きたのか、その時はまだ飲み込めなかったけど、いつまで経っても親分さん戻ってこなくて、それで松永さんに連絡して裕太君に電話したのはそのしばらく後。親さん、なんかいつもと違う様子なかったかの。ううん、普段通り、冗談も言っていたし、いつも通りの親分さんだった。飲み台を置いてったとこ見ると、誰かに無理やり連れてかれたってわけでもなさそうっすね。カムロ町で俺はハルトのことで中国マフィアのボスローって男と話した。え？そのローがこう言ってたんだ。達川はハルトの父親じゃないと。そしてハルトにはカムロ町で抗争中の組織にとって何か重要な価値があるってな。じゃけ、小清水の頭がおやっさん探しとるんも、多分坊ちゃんを狙うてのことじゃ。ほいじゃあ、もしかしておやっさん、ハルトを誰にも奪われんように身隠したんじゃないかの。じゃったら清美さんに一言言うてってもええじゃろうが。キヨちゃんを巻き込みたくなかったのかもしれんで。いや、全部広瀬の親分に聞いてみないことには何もわからねえ。今確かなのはそれだけだ。くそ、おやさん、どこにハルトを連れ出したんじゃ。あの、キリュウさん、本当にごめんなさい。私がしっかりハルト君のことを見ていなかったせいでこんなことに。いや、あんたは何も悪くない。でも、それよりあんたには一つ言っとくことがあった。え？カムロ町で染谷とやり合ってな、多分あいつとはいつか何らかのケリをつけなきゃならない。あの人と桐生さんがどうして。染谷は東条会の六代目を罠にはめて無所に送った。はめられた六代目は俺が極道の世界に引き込んだ男なんだ。すまない。あの人と私はもう他人だから。だがあんたらの間には
子供がいるんじゃなかったか。私はその子を置いて染谷から逃げたんです。私は昔から逃げてばかりなの。この町からも高校を出てすぐ逃げ出した。この何もない町がずっと嫌だったから、それで東京に行ったの。向こうでは初めから水商売だった。銀座のホステスをして、ちょうどバブルの頃、それまで見たことないようなお金を稼いで東京の人間になりきっているだけで楽しかった。そのままあっという間に30歳、いろんな客を相手にして世間の裏まで知った気になってた。そして悪い客に捕まった。肩書きは不動産の社長だって言ってたけど、知らないうちに私は借金を背負わされてて、しかもその人の後ろにはヤクザがついていた。そのヤクザが染谷だったのか。ううん、違うの。そのヤクザたちから私を守ってくれたのが染谷。うん。染谷も客の一人だった。でも私が借金地獄に落とされそうになっているのを見て、その時染谷は何も言わずに体を張ってヤクザたちと話をつけてくれたの。その格好。もうあんたがあの男に生き血を吸われることはねえよ。え？俺がなしつけといた。あいつはもう二度とあんたの前には現れない。東京から出てったよ。あんたにはもう借金もない。自由の身だ。しっかりしなよ。あんた俺よりずっと年いってんだから。私のためにどうして。キヨちゃん、あの染谷とそがなことが。南雲くん、私のこと幻滅したでしょ。この町を捨てて東京でいい気になって騙された。バカな女だなって。染谷とはその後結婚してすぐに娘もできて、でもやっぱりあの人の女でいることは怖かった。子供のためにもヤクザから足を洗ってほしいって何度も頼んだけど、染谷は聞いてくれなかった。
あの人がどこで何をしているか聞けば、男の仕事に口を出すなと怒られる。そして私が誰かの血のついた服を洗わされた夜、染谷はその手で優しく娘の頭を撫でていた。私にはもうあの生活は限界だった。だから染谷に黙って娘と一緒に逃げようとした。それを染谷は許さなかったんだな。あの人には私が何を考えているのかなんて全部分かってたの。逃げた先ですぐ染谷の子分に捕まって、娘を取り上げた染谷は初めて私に手を挙げた。何度も何度も。あんけど、それで私は娘が3つの時に置き去りにして染谷の元を逃げた。あの人は私が娘を連れ出すチャンスを二度とくれようとしなかったから。あの子が今幸せでいるのか、そうじゃないのか、もう何もわからない。あの時逃げたことは今でも後悔してる。でもやっぱりあの時私はああするしかなかったの。暴力を振るう夫のもとにまだ小さな娘を残して逃げるしか。だからあの子の母親だなんていう資格は私にはもうないの。何を言いよるんなら、このバカタレが。え？あんたは何ちゅうバカなんじゃ。あ？親でおることに資格なんぞいるんか。自分が腹痛めて産んだ子じゃ。今でも会いたいんじゃろ。そがな他人面するんはやめ。南雲くん、あんたが昔子供を置いて逃げたんは他にやりようがなかったんじゃろ。ほんでももしあんたが望むんちゃったら、わしが度外してでも染谷から娘を取り戻したら、子供にとって親はどこまで行っても親なんじゃ。勝手に親辞める資格こそあんたにはなあと違うんか。すまんのキヨちゃん。じゃがあんたに小顔なことを言えんのは幼なじみのわしだけじゃけ。あんたにはしっかりしてもらいたいんじゃ。ありがとう南雲くん。え？もしかしたら私はずっと誰かにそう言ってほしくてこの町に戻ってきたのかもしれない。行かなくていいのか南雲。こっちのことはいい、お前はママについててやれ。いえ、そうはいかんですよ。今はうちのおやっさんを探すのが先じゃ。何よりも坊ちゃんの無事を確かめんといけん。わしは広瀬一家の留守を預かる頭ですけ。あの頭、それわし考えとったんだけどな。何じゃ。ここでじっとしとっても何もすまん。いっそおやすさんが行きそうなとこどこでもええけ、しがみつぶしに当たってみたらどうですかの。どっか心当たりがあんのか松永。まあいくつかは。お前らもなんか心当たりの場所あるじゃろ。へえ、
なあ、こともなですわ。桐生の兄貴、おやっさんの行きそうなところって考えたんですけど、俺はとりあえず組の事務所かなって。広瀬一家の事務所ってことか。ほいじゃけど、事務所じゃったら今留守が誰もおらんですけ、鍵閉めとります。おやっさん鍵持っとらんけ、事務所には入れんじゃろ。そっか、おやっさん鍵持ってねえんだっけ。そいや、事務所留守にするなんて今までなかったもんな。それに陽明連合会もずっとおやっさんを探しとるんじゃ。事務所なんかにおったらもうとっくに捕まっとるぞ。お前他に心当たりの場所はないんか。すいません桐生の兄貴、もう少し考えてみます。ああ、墓地の方なんてどうじゃろう。あそこは外から死角になっとるし、人通りも少ない。確かにあそこは滅多に人が来ないからな。調べてみてもええかもしれん。あ、そうじゃ、喫茶アポロ行ってみたらどうじゃ。喫茶アポロは親さんがいつも出前取る店じゃ。確かに喫茶アポロのマスターなら何か知っとるかもしれんの。喫茶アポロは商店街にある。行ってみる価値ありそうじゃ。そうじゃ、スナック清美に親さんの携帯が残っとるはずじゃ。もしかしたら携帯の発信履歴に何か手がかりがあるかもしれん。キヨちゃんが店に戻ったら聞いてみましょうや。キリュウの兄貴、ここ出るんすか。なら俺らも行きます。表にはまだ本家の連中がいるでしょうし。いや、俺一人でいい。お前ら他にも親分のいそうな場所を考えててくれ。一人で行くってそが無茶な。俺と違ってお前らはこの町で生きる陽明連合会の人間だ。これ以上上に弓引かねえ方がいい。ちょっとすまない。あんたがこの店のマスターか。ええ、そうですけど。広瀬一家の親分を見なかったか。ん、親分のお知り合いの方ですか。ああ、そうだ。今日は来とりませんけど、どうかされました。いや、ちょっと訳あって、親分の行方を探してるんだ。どうせまたどっかぶらついとるんじゃないですか。いつものことですよ。あ、そうじゃ。ん、どうした。親分に先月のツケ払うように言うとってくださいよ。まったく、こっちがうるさく言わんと全然払ってくれんのじゃけ。ああ、わかった。誰かに見られている。気のせいか。なんだ、問答無用か。バカされたの。ん？
あんた見たんじゃろ、刀を手にした亡霊を。正確には見ただけじゃないがな。わしはここの墓守りをしとるじじいじゃ。嫌に空気がざわめいとったもんで来たんじゃが、原因はあんたがここにおったからか。あんたもここの亡霊を見たことがあんのか。あんたよそもんじゃろん。地元のもんじゃったらこの墓場には近づかん。ガキどもの肝試しもここでやるんだけは避けよる。まあよそもんはよそもんで、こがあなとこまでめったに来るもんはおらんが。そうか、知らなかったんだ。ええんじゃ、別に咎めとるんとちゃうけ。ここに出る亡霊たちは昔瀬戸内海を荒らした海賊じゃったっちゅう話での。海の男は気が荒いけ、亡霊になっても喧嘩相手に飢えとるらしい。あんたが嫌でなけりゃまた来て遊んでやったれや。なんだと？海賊の亡霊か。この町にも喧嘩の種がなくならねえな。鍵がかかってるな。
踊れ桐生、こがんとこにおったんか。ふん、一人でええ度胸じゃの。陽明連合会か。広瀬のじじいはどこじゃ。お前らはなんで広瀬の親分を探してる。それとも本命は親分の連れてる赤ん坊の方か。ふん、グダグダ話すより踊れの体に聞いた方が早そうじゃの。ここで蹴りつけたるぞ、キリュウ。堂島の竜がなんぼのもんか、見せてみや。これは、こが花子とか、踊る桐生、もう立ててすまんど。今さら何言ってやがる。先に手出してきたのはそっちだぜ。おう、じゃったら殺せや、やってみ。こっちは死ぬ覚悟ぐらい特訓できとるんじゃ。ほら、殺せ、はよやらんかい。だらね、芝居はよせ。大声出してるとこ見ると他にもまだ近くに仲間がいるようだな。が、ああ、お前らなんで広瀬の親分を探してる。知らん。わしらは小清水の頭に言われて動いとるだけじゃ。広瀬と赤ん坊を見つけてから押さえろって、それしか知らんのじゃ。ほんまじゃ。俺には陽明連合会なんてどうでもいい。ちょうど潮時だな。おい、マスゾエを知っているな。あいつは今どうしてる。マスゾエのおじき、東京でなんぞ仕事に行っとるはずじゃ。東京の仕事ってのは。道場会の染谷と杯交渉とか言うとった。なるほど。だが多分あいつはお前らに嘘をついてる。何の話じゃ。マスゾエのおじきが何じゃ言うんじゃ。いずれお前らにも分かる。踊れ桐生、いつかぶち殺しちゃるぞ。これ以上痛い目に遭いたくなきゃおとなしく黙ってろ。スナック砂時計、ここか。すまない、あんたこの店の人か。あら、初めてのお客さんね。うちはめったに店開けとらんのに、ようこがなとこを見つけたね。それともどなたかのご紹介。このマッチを持ってた人を探してるんだ。へえ、広瀬一家の親分なんだが、
最近この店に来なかったか。思ったより早くいらしたんですね、桐生さん。俺のことを誰から？広瀬の親分さんよ。今日店を開ける前、うちに来てくれんさったんよ。なんだと？あなた宛てに伝言を預かっとりますよ。これから龍南神社に来てほしいと。場所わかる？ああ、この間スナック清美のママに案内された。清美さんね、やっぱり男は美人のママがいる店がええか。親分はここに来た時赤ん坊を連れてたか？ええ、かわいい子じゃった。そうか、わかった。助かったよ。いいえ、どういたしまして。いらっしゃいませ。ありがとうございました。いらっしゃい。気に入ったぜ。ありがとうよ。
人んちの庭で好き放題やってくれますの、桐生さん。小清水さん、広島の喧嘩味合わせちゃろうと思うとった。音に聞こえた堂島の竜が相手じゃ。つまらん喧嘩にはなりゃせんじゃろ。わしら広瀬のじいさんに話があっての、とある赤ん坊を探しとるんじゃ。あんたじいさんの居所知っとるの？ああ。ほう、俺もあんたに聞きたいことがある。ハルトを狙う理由だ。あの子に一体何の価値があるのか。本家若頭のあんたなら知ってるよな。とどのつまり、お互い聞きたいことは力ずくで聞くしかないっちゅうわけじゃ。そうみてえだな。あんたと大手からずっとこん時を待っちょった。すぐ後悔することになる。望むところじゃ。てねえと思ってるのはお前だけだ。ちょっと兄貴、余計なこと言うけ。腰水にわしの顔見られたじゃないの。もう今さら遅い。よくこの場所が分かったな。ええ、わしらもさっきおやっさんの行きつけを思い出してスナック砂時計に行ったんですわ。そうか。それより小清水を起こせ。そいつに聞きたいことがある。そんな必要はねえよ。おやっさん、
小清水はそのまま寝かせといてやんな。どうせ大したことしちゃいねえから。桐生さん、あんたが知りたいことは全部この俺が知ってる。さてと、どっから話したもんか。まああれだ、まずは一言謝っとかなきゃいけねえな。桐生さん、あんたんとこの坊主黙って連れ出して悪かったよ。小清水たちが坊主のことを探し始めてたんでね、俺もちょっと余裕がなかったんだ。ほいならほいで連絡くれりゃよかったんじゃ。わしら最初は親父さんが春人をさらったと思っとったんで。お前らをどこまで巻き込むか、なかなか腹が決まんなくてな。どういう意味かいの。俺にはさ、ずっと前からお前らに隠してきたことがある。キルさん、あんたにもだ。沢村遥かって女の子とそこの坊主はね、この町を出てから神室町で事故に遭うまでの間、ずっとこの俺が面倒見てたんだ。な、おやさん、なんじゃそりゃ。わしらは今まで曽我のこと一言も聞いとらせんで。どがになっとんじゃ。誰にも知られないようにかくまってやる必要があったんだ。その坊主は生まれる前からいろんな連中に狙われる運命でね。あの辰川が坊主の父親じゃなかったってことは、桐生さんが神室町で確かめた通りだよ。坊主の本当の父親は別にいる。そいつから坊主が受け継いだ血筋に価値を感じる連中が山ほどいるってわけだ。広瀬の親分、それじゃああなたは春人の本当の父親を知ってるんですね。そいつはあんたもよく知ってる男だよ、桐生さん。この場にいる全員がよく知ってんだ。何？坊主の本当の父親はね、まさかお前が。宇佐美優太、俺らの目の前にずっといたそいつが沢村ハルトの父親だ。
この町の人たちはみんな何も言わねえけど、はるかちゃんがこういうやつらから隠れたがってるって事情も本当は分かってる。多分はるかちゃんもそれは気づいてたろう。特に南雲の頭なんかは芝居が下手だから。でも俺らはこれからもずっと何も知らないふりし続けるよ。この町の人間はみんなはるかちゃんのことが好きだから。ゆうたくん、気まずいだろうから俺はもう清美さんの店には顔出さない。だからさ、できればはるかちゃんはずっとこの町にいてくれよな。宇佐美優太、俺らの目の前にずっといたそいつが沢村ハルトの父親だ。嘘じゃろ。ユータ、踊れ、何黙っとるんじゃ。なんとか言わんか、こら！すみません！お前が、はるかと。なんで早う言わんかったんじゃ、このバカタレ！踊れ、心当たりがあったんじゃろが。それを、なんでじゃ！達川が、ハルトの父親だって話だったから、まさか俺だとは。おう、ちょ待て、ユータ。お前、ハルカちゃんとそのゴムとかつけんかったんか。なあユータ、嘘じゃろ。嘘じゃったら嘘と正直に言えや。自然とそうなったから。だって一回だけだったんす。まさか一回だけで。このバカだね。よせ、今そんなことしてる場合じゃねえ。親分、俺には腑に落ちません。雄太本人も知らなかったのに、なんであなたは、ハルトの父親がユータだと。達
確かにそうじゃ。いろいろややこしい話でさ。な、そうだろう。なんじゃそれ。お前は舛添。なんでお前がここに。舛添。広瀬さん、約束は守ってもらいますよ。これで俺はもう採用会にも陽明連合会にも戻れなくなる。今あんたに見捨てられたら俺にはもう逃げ場がない。なら全部ごまかさねえで話せよ。そうすりゃどこでも逃げられるように俺からクルス会長に口聞いてやるから。話がまるで見えん。一体何ならこりゃ。なんで俺がユータを坊主の父親と知ったかってどこまでだったよな。そもそもの話、一番最初に沢村遥の妊娠に気がついたのはこの松江と達川でね。それがなぜかってえと、こいつらユータのことをガキの頃からずっと監視していたからだ。ユータを監視。なんだよそれ。なんで俺が監視されなきゃいけねえんだよ。それはお前が採用会の後継者だからだ。ああ宇佐美優太は採用会の総帥老の血を引く実の息子だ。何言ってんの。老の息子はジミー・ローは3ヶ月前にカムロ町で殺されたはずだ。話が見えねえぞ舛添。ジミー・ローも正真正銘ボスの息子だが、宇佐美優太はその弟。つまりジミー・ローがカムロ町で死んだことでそいつは採用会の正当な後継者になったんだよ。桐生さんたちにも分かるように説明してやるんだな舛添よ。採用会ってのは昔から弱肉強食の大陸を生き抜いてきた中国マフィアだ。だがその内部でもボスの座を狙って手下どもの裏切りが繰り返されてきた。だから採用会のボスはその防止策として血の絆を何より重要視する。血の絆？血縁ってことか。ああ、組織の幹部は常にボスと血のつながった身内で固められる。あのエドもボスのいとこでな。そして組織の後目を告げるのはボスの血を分けた子供だけだ。だがボスの後継者になる子供が2人以上いれば何が起きるか分かんだろう。後目争いだ。後継者一人一人にそれを担ぎ出す派閥が生まれて組織は敵味方に割れる。だからそれを避けるために採用会歴代のボスは2番目以降の息子を遠くに送って隔離してきた。殺さずに生かしておくのは長男にもしものことがあった時後継者の保険になるからだ。ユータがその保険っちゅうわけか。そんじゃこいつも混じりっけなしの中国人なんか。そんな話急に言われたって信じられるかよ。信じる信じないはそっちの勝手だ。だがお前は親のことを何も知らず物心つく前から施設で育ったろうが、俺と達川は
そんなお前をガキの頃からずっと陰で保護してきたんだよ。真実に気づかせないように、死なさないように、何年もの間な。それが採用会から俺たちに与えられた命令だった。俺たちは親に捨てられ、採用会に拾われた兵敗つだ。組織に与えられた人生しか許されねえ。それじゃ達川はそのために俺のダチになったのか。ガキの頃からずっと。あいつはお前に中国語も学ばせたろ。そう押し向けるためにお前好みの中国娘を手配したのは俺だったがな。それもお前が万が一後継者になる場合に備えてのことだ。くっ。俺たちはお前の全てをすぐそばから監視していた。何から何まで俺のことを見てたってのか。沢村遥との出会いから慣れ初めもな。なんなら全部この場で言ってやろうか。だからこそ俺たちは彼女が妊娠したことにもいち早く気づいた。バカなお前はその時も何も知らず能天気にしてたもんだ。それでお前は達川と一緒になってあの子に子供をおろせって言ったんだよな。な、そうか。ほんなら清美さんはその電話を聞いたんじゃな。達川が赤ん坊をおろせ言うとったわ。そん時のことだったんじゃ。血の絆を重んじる組織が日本人の汚れた血など許すわけがなかった。それに保険でしかない後継者の血筋が無駄に増えれば後々組織に災いを招く。余計な目を摘むこともお目付け役の仕事だ。踊れ、勝手なこと言い寄ってからに。だがその矢先、今から1年半前、沢村遥はこの町から忽然と消えた。そこの広瀬さんが俺らの前からずっと彼女を隠してたんだ。ですよね、広瀬さん。その時俺が真っ青な顔したあのお嬢ちゃんに会ったのは散歩がてらのほんの偶然だったんだよ。自分の選んだ男が中国マフィアのボスの子だのなんだのって聞かされてさ、その拙者に中絶迫られたそのすぐ後だぜ。普通でいられるわけねえよな。あの子が事情を話すまではえらく時間がかかったけど、まあ俺の方にはいくらでも暇があったからさ。あの子は自分の腹の中にできた小さな命をさ、でたらめな理由で下ろすなんてことが許せなかったんだよ。てめえの都合で子供を振り回す親ってのに、なんか思うとこがあったらしいな。要するにその坊主にはめっぽう強い母親がついていた。俺はその母親に子供を産む時間と場所を用意してやっただけだよ。そのおせっかいのおかげで俺と達川は沢村遥を見失った。だが俺たちはそのヘマをボスには報告しなかった。所詮宇佐美優太は保険の後継者で誰にも注目される存在じゃない。達川と俺が黙ってりゃ優太本人でさえ知らないことだ。何もなかったことにして済ませられるはずだった。その後採用会がカムロ町に進出してきたが、俺と達川はそのまま隠し通すつもりだった。だがそうもいかなくなっちまった。牢の長男がカムロ町で岩見恒雄に殺されたからか。ああそうだ、ジミー・ローが殺されたことで雄太は後継者の保険から本命に格上げされた。
そして組織はユータを採用会の後継者として迎え入れるために徹底的にその身辺を洗い始めた。つまり俺らの隠したヘマがバレんのは時間の問題だった。だから俺と達川はそれこそ血まなこになって沢村遥の行方を追ったよ。組織に気づかれるより先に俺たちが赤ん坊を見つけてボスに報告するためだ。それ以外に俺たちの助かる道はないと思った。先に沢村遥と赤ん坊を見つけたのは達川だった。この神外町からそう遠くねえ偏僻な集落で広瀬さんにかくまわれていた。俺たちはそれを知ると全てをボスに報告し、報告を聞いたボスは何の躊躇もなく赤ん坊の始末を命じてきたよ。踊れる。一体何じゃ小柄な赤ん坊、本気で殺そうっちゅうんか。ああ、あのローがそんな血なんてもんにこだわるくだらねえ男だったってのか。あんたから見りゃそのくだらねえことがあの採用会って組織にとっては何よりも大事な掟なんだよ。価値観の違いってやつだな。赤ん坊の所在を突き止めた俺たちは機会を待った。沢村遥と赤ん坊は広瀬さんから失踪したように見せる必要があったからだ。もし採用会に赤ん坊を始末されたと雄太が知れば死んでも後継者になるとは言わねえだろう。だがそこで俺の予想もしてなかったことが起きた。達川がボスから始末するように言われたその赤ん坊を採用会に敵対する岩見恒夫に売ることで寝返ろうとしたんだよ。達川は命令通り問題の赤ん坊を殺したところで採用会に許される保証はないと踏んで岩見恒夫を頼ったってわけだ。そして奴は俺の目を盗んで沢村遥と赤ん坊をカムロ町におびき出した。だがその後一体何があったのか。あの日カムロ町に出てきた沢村遥を引いて逃げたのは達川の車だったんだよ。達川が遥ちゃんを。あいつはなんでそんな真似を。これは俺の想像だが、あの事故は達川にとっても望まない結果だったはずだ。結局達川はあの事故で赤ん坊を取り逃がしたわけだからな。達川が遥を引いたって話、本当に間違いねえんだろうな。はあ、確かだよ。そして事故以来姿消してた問題の赤ん坊はいつの間にか堂島の竜の腕の中にいたってわけだ。くそ、一体何がどうなっとるじゃ。あとはあんたらも知っての通り、達川は採用会に殺されたよ。赤ん坊を岩見恒夫に売ろうとしたことがバレてな。あいつの殺され方見たか。そばで死んでた恋人の女はあいつが江戸に脅されながら自分の手でやったそうだぜ。江戸が笑いながらその時のことを話してくれたよ。江戸は女が死ぬのを達川にじっくり見せつけた後、
喉を切り裂いて心臓をめった刺しにした。いくら西洋界に忠誠を尽くそうが、俺もいつ立川と同じ運命になるか分かったもんじゃねえ。何を泣きよるんじゃ。自業自得じゃろうがバカだれ。俺が知ってることはこれで全部です。広瀬さん、約束通り俺をかくまってもらえるようクルス会長に言ってもらえますよね。南雲、坊主をしっかり抱いてやろう。え？こいつら、ハルト狙っとるか。クソ、なんじゃ踊れない。みんな下がってろ。親分とハルトを頼む。へい。그놈은 건들지 마라.
내가 직접 처리한다. 오마이 한준키, 난데 오마이가 ここに? 그사 소코 도케 잡아라! 아기를 빼앗았으니 이제 그만 가시죠. 키리우사, 아나타와 こんな 形で 再会したくは なかった. 今日は これで 失礼します. 유타. 아, 아니키. 하루토가 どうなった? それが 俺も 途中で 하그리ちまったんで. 하루토のことは 頭が 連れて 逃げてます. うまく 連中を 振り切ってて くれればいいんすけど. どうなったか 分からねってことか. ええ. でも 組の事務所で 待ってれば 連絡があると思います. いらっしゃいま。 ありがとうございました。 素晴らしい、なんという味だ。
あの兄貴、兄貴、俺のこと怒ってますよね、はるかさんのこと。おお兄貴、やっぱりこちらでしたか。南雲、ハルトは堪忍してください。さっきの連中に奪われてしもうたんじゃ。なんだと。あいつら坊ちゃんを奪った後船に乗り込みよった。船ってそれじゃ追いかけらんないじゃないですか。なんでソガーにすぐに諦めるんじゃ。踊れはあの子がドガーになってもええんか。いいわけないでしょう。けど俺はもうさっきから頭ん中ぐちゃぐちゃで、急にハルトが俺の子供とか、中国マフィアのボスが親だったとか、マジでわけわかんねえよ。しっかりせんかバカだれ。今イーノのやつに船を用意させとけ。あいつは漁協の連中も捜査に手貸すじゃろう言うとったで。さらわれたんはあのハルカさんの赤ん坊じゃけ。兄貴、聞いての通りじゃ。船まで案内しますけ。おやすさんたちも向かっとります。はよ。はあ。おい、何しとるんじゃ。ユータ何しとるんじゃ。ユータ踊れ、ふぬけとる場合か。ユータ、こんなガキ。あ、兄貴。誰よりこいつにムカついてるのはこの俺だ、南雲。ユータ、俺が今何に一番怒ってるのか分かるか。お前がハルカとやったことでも、それを隠していたことでもねえぞ。じゃあ何なんすか。これまでのお前なら、目の前で赤ん坊をさらわれりゃ一問にもなく助けてって立ち上がったはずだ。南雲たちのようにな。なのに今お前が立ち上がれない理由は何だ。自分にマフィアの血が流れてるからか。それともお前のその血をハルトも引いているからか。どっちにしたって同じことだ。そんなくだらねえもんに惑わされてるんじゃねえ。兄貴、自分が誰の血を引いてるかで生き方を変えるな。誰の血を引いているかで人を見るな。それができねえようじゃ、お前も結局ローと何も変わりはしねえぞ。俺は命に代えてもハルトを取り戻す。お前はそこで指くわえて見てりゃいい。だがそん時は二度と俺の前に面は見せんな。私が言いたいこと、兄貴が全部言うてくれたわ。
兄貴、いいのが船を出しとるはずじゃ。待ってくれ。あ？俺も連れてってください。お願いします。ユータ、俺はあいつを助けてやりてえんです。なのに俺はあいつがさらわれて今どうなっちまうかわからねえって時に余計なことばっか考えてた。俺はハルトのおむつ何回も変えたんすよ。うんこもしょんべんも何度も引っ掛けられた。でも変えりゃその度にあいつは笑ってくれたんです。俺はもっともっとハルトの笑ってるとこを見たいです。ハルトは俺の子なんです。だから俺も一緒に行かせてください。当たり前じゃ。早う乗れや、このバカだれ。ええじゃろ、兄貴。バカ野郎、野暮なこと聞くんじゃねえ。船を見たそうじゃ。間違いないで、赤ん坊はそいつらがさらってったんじゃろう。そいつらどこに向かったんじゃ。操船所が沖に浮かべとる資材があるじゃろう。どうやらそこに紛れとったらしいで。資材に紛れてった、どういうことだ。まあ見たらわかりますわ。確かに船ごと身を隠すにはもってこいの場所かもしれん。そういや、マスゾエはどうした。神社で襲われた時逃げたきりですわ。ほっとけえんじゃ。あのけど、おやさんもあんなんかくまう必要ないじゃろうが。まあそういうね、高平。しかし坊ちゃんさらってった連中は何者なんじゃ。のう兄貴。あいつらは人言派だ。連中の中に半純義がいた、間違いない。あいつが広島に。誰がさらったにしても黒幕は矢見恒夫だろう。親分、俺にはまだよくわからねえことがあります。なんだ。この尾道と西洋会とのつながりです。ん？雄太はガキの頃からこの尾道にいたって話でした。舛添へ携わって兵配つの二人も昨日今日尾道に潜り込んできたわけじゃない。西洋会と尾道の間にはずっと前から何か因縁があったはずです。
さすがだね。けど因縁はあんたが思ってるよりもずっと古い。うちのクルス会長と採用会との付き合いは戦前からあったらしいね。戦前言うたら70年以上前じゃん。会長はともかく、老はそこまで年いっとらんじゃろ。おう、だからその頃の採用会の頭は老の先代だよ。で、戦争で一旦切れていた付き合いがまた始まったのが30年ぐらい前だな。採用会は老に代替わりしてた。30年前。その時二つの組織をつないだのがさ、ヒーハイツの密航ビジネスだよ。え？ヒーハイツってのは戸籍のない中国人の子供たちだ。ローはその子たちを尾道に密航させてよ。クルス会長がその受け入れを頼まれてさ。しかも会長はそのヒーハイツの子供たちに闇で日本人の戸籍を作ってやってさ。ざっと1万人ぐらいの子がそうやって日の目を見ることができたんだ。俺も若い頃はその事業を手伝ってたよ。おやっさんも？そがわなこと初耳ですわ。お前に言ってねえことなんかまだ山ほどあんだから。親分、その兵配図の件にはクルス会長の息子岩見常雄も絡んでいたんですか？うん、ああ、常雄もローと話す機会があったろうな。そうか、それが尾道と採用会を結ぶ因縁だったってことか。その因縁じゃったらもう一つあるじゃろうが、兄貴。うん。これ、アジア街でローが中国語でつぶやいとった尾道の秘密いうやつじゃ。毕竟那伟大的土地深藏着不能被人知道的秘密。なんだそれ、聞いたことねえな。いや、わしそれ少し心当たりありますわ。なんなら、クルス会長がやたら政治家に顔が利くっちゅう話なんですけど、地元の政治家だけ取っちゃいます。そのもっと上の連中、昭和のフィクサーいう日本の黒幕とも太くつながっとるっちゅうんじゃ。それが会長がなんや説明のつかん力を持ってるおかげじゃろうって。尾道の秘密っちゅうのはそのことなんじゃ。なんじゃその昭和のフィクサーっちゅうのは。もしかして大道寺実ですか？大道寺、おう、確かそんな名前のはずじゃ。よう知っとったの。前にテレビでやってたのを見たんで。戦後なんか事件があるととりあえず何でもそいつのせいだって言われた嫌われ者のじいさんですわ。陰で日本の政治を操っとるっちゅって。オイルショックもバブル崩壊も全部そのフィクサーの陰謀なんですわ。くだらんよたいいよって。どうせ踊れの話はまたどっかの雑誌ネタじゃろうが。おお、見えてきたぜ、あそこじゃ。兄貴、あれは造船に使う資材じゃ。わざわざ陸にでっかいの積んどくより広い海で浮かべとく方が移動やらなんやらで便利なんじゃ。あそこにハルトが。よう、キリュウさん、悪いが俺といいのは船で待たせてもらうよ。ええ、もちろんです。なあ、お嬢ちゃんたちのこと隠してて悪かったな。俺も迷っちゃいたんだけどよ、坊主が無事でいるうちは俺なりにいろいろ確かめたいことがあってね。まあ結果がこのざまだけどよ。坊主のこと頼むよ、キリュウさん。それとさ、いつだったかお嬢ちゃん親として坊主を育てる自信がついたら沖縄に帰りたいって言ってたぜ。
はるかが。あの子があんたにも黙って消えたのはさ、いつかあんたのところに帰るためだったんだよな。必ず俺たちでハルトを無事に取り戻してきます、親分。キリの兄貴。お前ら行くぞ。
先ほどはどうも。赤ん坊は大事に扱っていますよ、桐生さん。お前、半純期ですが、今日はお招きした覚えはありません。今すぐお引き取り願います。その上で、あなた方にはやっていただきたいことがあります。それさえ済めば、ハルト君は傷一つつけずにお返ししますよ。俺たちにやらせたいこと、正確に言えばそれができるのはユウタ君だけです。お近くにいるようでしたら彼にお伝えください。太陽界の老を殺すようにのね。なんだと。ユウタ君なら父親である老を警戒させることなく近づけるでしょう。ですが我々には老の所在をつかむことさえ非常に難しい。実際アジア外にあなた方が乗り込んでいった時、あの老が姿を現したのは実に2ヶ月ぶりのことでした。そういうことだったのか。お前らはユータに老を殺させるために。ハルト、期限は3日。ユータ君も老を殺せばさすがに生きては戻れないでしょう。しかしもしやっていただけないのであれば。ハルトを殺すのか。まだ言葉も喋れねえ。一人で立つことさえできねえ赤ん坊、お前のスポーツマンシップとやらはどこに行った。男として美しくありたいとか抜かしてなかったか。くったらねえ真似する前に俺とケリをつけろ、半純期。こっから先お前に会いに行くのは俺一人だ。だがそっちは何人いようが構わねえ。お前も男だった。逃げずに受けろ。聞いてんのか。わかりました。桐生さんがお一人でいらっしゃるとあってはお迎えしないわけにはいきません。私のところまでたどり着ければの話ですがね。お待ちしています。桐生の兄貴、どうなったです。今の電話半純義からすよね。聞いてた通りだ。こっから先は俺一人で行かせてもらう。兄貴、行かんですって。まだ相手は何人おるかもわからんのじゃ。いくら兄貴でもたった一人じゃ。全員で行けばハルトの安全は保証されない。他の交渉材料を思いつく時間がなかった。すまない。ハルトは必ず俺が取り返してくれ。俺に任せてくれ。
示す。おっしゃってた通り、本当にお一人でここまでいらしたんですね、キリュウさん。そっちは何人いても構わねえと言ったはずだぜ。あいにく
残っているのはもう私一人だけです。どのみち人軍派という組織はこれで終わりでしょう。一つだけ確かめておきたいことがある。お前らをバックから動かしているのは岩見恒雄で間違いねえな。ええ、アジア街の火事があった後我々に近づいてきたのが岩見恒雄でした。東上界と西洋界の抗争を煽れるだけ煽ってほしいとね。なるほど。その見返りに受け取った金でスターダストを買収したわけか。彼は金払いのいい男です。こちらもその分の仕事はしましたがね。あいにくローは取り逃しましたが、息子のジミー・ローを殺したのも我々です。何？そうそう、あの達川君とも仕事をしましたよ。あの日カムロ町で達川君が沢村遥を車で引いた時は私もあの場にいました。何だと？達川君が赤ん坊をさらうのを見届けるのが我々の役目でした。目的は今回と同じように裕太君に牢への刺客となってもらうためです。なら、なんで達川は遥を引いた？達川君はドジを踏んだんですよ。誰もあんな結果を望んだりはしていません。あの事故の数日前、達川君は広瀬の不在を狙って沢村遥の前に姿を現しました。身を隠していた彼女には衝撃だったはずです。しかし達川君は何よりもまず沢村遥に敵意がないことを示しました。組織に逆らってでも彼女たちを助けたいのだと、そのためにもっと安全な場所に逃がしたいのだと塩らしく訴えたそうです。その気になればいくらでも手を出せる状況で自分たちに手を出してこない。その上達川君は彼女に赤ん坊を連れてカムロ町に向かうよう伝えただけでその場を立ち去りました。そんな彼をお嬢さんが疑い切れなくても責めることはできないでしょう。達川はなぜ遥をわざわざカムロ町におびき出した？沢村遥が隠れていた集落は非常に狭く、ことを起こせばすぐ騒ぎになります。しかし裕太君を刺客として牢へ放つまでは赤ん坊の誘拐を誰にも知られるわけにはいかなかった。その点カムロ町なら誘拐の舞台にうってつけです。たとえ悲鳴を上げられようがあの町では誰も気に留めません。そしてあの日、カムロ町のある地下駐車場で達川と落ち合った彼女は赤ん坊と一緒に車に乗り込むよう言われました。その車に乗せることで監禁できたでしょう。しかしだからこそ沢村遥はその土壇場で達川を信用することができなかったようです。そして뭐하고있는거야もしあの時彼女が車の衝撃で手を離していれば赤ん坊はコンクリートに叩きつけられていたでしょう。し
しかし彼女は決して子供を離そうとはしなかった。母親の強さというのは大したものです。そうか、てめえらがハルカを。あれは事故ですよ。それに我々はただ岩見恒夫の指示で動いただけです。半純義、お前がそこまで話すってことは俺に殺される覚悟ができたってことか。いいえ、ただあなたを殺してしまった後では何も教えて差し上げられないと思いましてね。それではさすがに気の毒です。ですがこれで思う存分あなたとのケリをつけられる。ここに我々を止める者はもう誰もいません。思う存分殺し合いができますね、キリュウさん。望むところだ。これがジンゴン派の最後の花火だ。これがジンゴン派の最後の花火だ。Oh!
なんという味だ。待たせて悪かったな、ハルト。キリュウさん。やはり、あなたには、私が自分の誇りにかけて、戦うだけの価値がありました。あなたにだったら殺されても悔いはありません。子供の前でそんなくだらねえ真似をするつもりはない。いつまでそんな甘いことが言えるのか。岩見つねおも牢もその赤ん坊の命を何とも思ってない男たちですよ。彼らはどんな手でも平気で使ってきます。それでもあなたは泥沼の殺し合いにどっぷり浸かりながら筋を貫いていくんでしょうね。あなたならいつか尾道の秘密にもたどり着けるかもしれない。尾道の秘密か。なんだって言うんだそれは。誰が何を隠している。隠しているのは陽明連合会のクルス会長です。そしてその秘密をあの老人が独占していることにこそ広島の力の根源が